ただいま期間限定で新田整体の無料ウェブセミナーを開催しております。詳しくは概要欄をご覧ください。体が最も合理的に使える目を開けている時と目を閉じているというような練習をしてもらえると身体感覚のレベルそのものが上がると。こんにちは、新田整体使用成講座を主催している山崎です。この番組は体の使い方のレベルアップや整体施術のレベルアップ、日本の身体文化の紹介や健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日は感性の高め方についてお話をしていこうと思います。例えばね、僕がこう座ってる時とか、まあ立ってる時、歩いてる時もそうなんですけど、自分の体の位置が自分の理想とする位置にあるか、つまり体が最も合理的に使える自分の姿勢を作れてるかっていうチェックを僕はよくするんですけど、特に目を開けている時と目を閉じている時、このね差をよくチェックします。で、目を閉じると目を開けている時よりも体がねちょっと後ろになるんです。で、目を閉じながら歩いてみたりするんですね。そうすると目を開けて歩く時よりも目を閉じて歩いた時の方が姿勢、背骨の位置がちょっと後ろになるんです。っていうことは、僕はその身体感覚よりも視覚を要件使って日常を過ごしていると。つまり目の筋肉やその視覚情報に頼ってしまった生き方になってしまっていると。なのでもっと自分の身体感覚をフルに使うようにしたいんですね。例えば目の見えない人とかであれば、目が見えへんわけやから音でその自分の体の位置を確認したりとか、身体感覚が優れている。だから例えば目が見えへん人があんまマッサージ師のね資格を持って人の体を触るとより正確になったりすると言われますね。これは視覚という情報がシャットダウンされた状態で日常を過ごしているから、他の器官のレベルを上げるしかないんですね。そうなったら聴覚のレベルが上がるとか、身体感覚レベルが上がると。だから僕もこれを参考にして自分の目をなるべく使わないように普段意識して生きるようにしています。目を閉じるだけでも、目を閉じてねちょっと何秒かねじっとしてます。で、立ってったりとか歩いたりすると余計に分かりやすいので、そういう自分の体がどうなってるのかの確認をする練習をね、目を閉じるということをやってほしいんですね。で、あとよくやるのは半眼、視野を半分ぐらいに狭めて日常を過ごす。普通に歩いてるとこれは視覚情報に頼ってますけど、こうするとねあんま見えないんですよ。ぼやけて見える。僕の場合はちょっとまつげも長いんで、余計になんかまつげとかも入ってるのかどうかわかんないんですけど、あんまりね見えないようにして、危なくない、人とぶつかるのが危なくない程度とか、車が来た時に危なくない程度にしながら、なるべく視覚情報を捨てて身体感覚を働かせるように意識しています。そうじゃないと視覚に頼って自分の体は前に突っ込んで合理的に使えてないんですね。要は最近こういう座る姿勢をしている時に、だいぶ自分の体が真ん中に来たなと。例えばヨガの人とかやったら、ヨガって本来ね瞑想を深めるためにアーサナのこういうポーズ取ったりしてね、その緊張をなくして呼吸を取りやすくすると、その瞑想をしやすくするためのヨガが多いですよね。僕も同じ感覚で、自分のこの普段座っている姿勢の時に余計な筋肉の緊張が働いてないのかなっていうのはよくチェックするんですよ。で、最近だいぶ股関節周りとかの筋肉の緊張が抜けてきて、自分の体の中心みたいなものを少し感じられるようにね、前より強く感じられるようになってるんですけど、普段からいかにそのいらん緊張が僕らにはあって、それをいかに抜くか、そうすることで中心を感じられたりとか、まあ呼吸が深くなったりとか、体調不良がなくなったりとか、こういう体になってくれるんで、身体感覚を高める、最も合理的に使えるっていう体を目指してほしいなと思うんですけど、その時に問題なのはこの視覚情報なんです。で、独眼竜政宗って言いましたね、あの人みたいな感じでこう片目で歩くというのもまた違う身体感覚になると思います。右目だけで動いてみる、左目だけで動いてみる。で、家の中やったら僕は結構ね完全に閉じて
動くということをしています。で、完全に目閉じた状態で階段を一歩一歩こう動いてみると、で、手すりがあると。でもね、家の中の問題点は家の中の配置知ってるってことなんですよね。だからある程度の予測がつくんですよ。だから予測がつくから安全には動けるんですけど、ただ微妙なその階段の高さがどうかとか、なんとなく頭でイメージしていることと実際は違いますから、そのズレをなくすような練習はしています。例えば横の手すりを持って目閉じたら、これはそんなね身体感覚いらないんですよ。だから手すりを、あ、手すりここかって分かったら手すりなるべく使わないで、こういう感じで階段登ってみるとかね、っていうことをやると、それで何十分って過ごすのも結構きついです。本当は目を閉じた状態で1時間2時間ぐらいは続けたいんですけど、それでもね結構難しいと思います。余計なこと、雑多なこと、他のことをいろいろ考えてしまうから、僕ら目閉じて過ごすってことだけでも難しいんですよ。それを寝てるときは誰もが目を閉じてますけれども、意識的に目を閉じて目が見えない状態で、まあ、お笑い芸人のクロちゃんとかがね、よく目閉じられて、でヘッドホンとかねこうやってじゃね連れてかれてますけど、もうたどたどしいというか、自分の身体感覚がないからもう何かに頼って動くしかないと、こういう状況ですけど、そうやって視覚情報や聴覚の情報が閉じられたとしても、ちょっと目が悪い人のように自分をちゃんと保って身体感覚をフルに発揮して、自分の感覚を閉じることで他の感覚を研ぎ澄ませていくとっていうような練習をしてもらえると、身体感覚のレベルそのものが上がると思うので、まあ視覚や、まあ、聴覚、まあ、嗅覚は僕も実験したことないんで、嗅覚とか味覚ですね、これを感覚を閉じたら身体感覚がどうなるのかとっていうようなことをやってもらえたら面白いんじゃないかなと思います。特に僕たちは視覚にね頼りすぎて動いているので、この視覚を一旦やめてみると、でもしくはただ見るというだけにする、その目の筋肉、まあ、目の周りに筋肉いっぱいありますね。でこのこうやって車の運転とかするときにこういう感じで目をギューッとこう働かせてしまうと、広い視野は失われるじゃないですか。だけどぼーっと全体を見て運転する時の方が姿勢もいいはずなんです。初めて行く道の時にね、体がこう前かがみになって視野が狭くなってしまうんですね、一生懸命見ると。だからなるべく目の筋肉を働かせず、その全体を見るとなると目の筋肉はぼやーっとしてるぐらいの方がよく見えるんです。で例えば、まあ、街を歩いていると、ほんでちょっとこう繁華街とかになってくるといろんな人とすれ違いますよね。そんな時にいちいちにこうやって避けよう、こうやって避けようってやっていると避けれない、体の反応が遅れる。だからそういう時には目の筋肉をなるべく使わないんです。なるべく使わないで体に任せる、体に預けるようにすると、体は基本ちゃんと避けてくれます。どこを歩いたらいいのかっていうルートがなんとなく見えてきます。それは車の運転をしている時と同じ感じ、よし次は左に曲がろうと、そんな意識しながら動いてないと思うんですね。というように、あまり筋肉を、その目の筋肉とかを働かせすぎず、体の感覚を信じて動くようになると、まあ、全体最適というか、そういう体の使い方ができるので、ちょっと今日は動いて何かをするということではありませんでしたが、客に頼らず身体感覚を高めるということを意識してもらえたらなと思ったので、この動画を撮りました。この番組が面白いと思われた方は高評価やチャンネル登録をお願いします。